プライドを保ち、アメリカに屈しないとやってると、貧困のどん底に落ちるとえ、日本のようにプレートを捨ててです、ね、もうあのアメリカの尻を舐めますと、豊かな生活できるとい、はい、それを事例として思い切り見せられているということですね、はいはい、日本、韓国、はい、北朝鮮で、きれいに見えますね、まあ、野獣として早く死ぬか、家畜として投げ捨てるかということです。 でそういったことで世界中にドルをこう蔓延させていくことになるわけですよね、うんうんうん。ところが、このニューヨークに溜め込んでいたこの金がですね、だん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 出ていっちゃうんです、この後まあこれ、物理的にあの量の制限があるんで、うん、結局、お金発行できる量って決まってますよね。そう どうして金がアメリカに来たかっていうと貿易代金でしょあと融資のリターンでしょ、はい、でそれと逆のことが起こっちゃって特に1960年代以降にまたドイツ日本ですよ。またドイツ日本が経済復興しまして、はい、まあこれアメリカのせいなんだけどね、ええ、アメリカがあの助けてあげてでしかもそのアメリカのマーケットを開いたんですよ。 日本製品どうぞって、ドイツ製品どうぞってね。で,ねはい、で、また、あの、グレて、軍国資金になるよりは、あの、金儲けさせてやるからって言って、うん、いうことで、その結果ですね、日本代金,代金、まあ、特に自動車ですね。これがバン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 制しちゃって、はいで、トヨタ、日産、ホンダが生まれちゃって、で、それが逆にアメリカから代金としてこれを奪っていく。貿易代金として。うん。そうすると、金とドルが固定で、 交換できていた体制やってると金が出ていくとドルも出ていっちゃうんですよね。はい。うん。だからこれを切っちゃうということをやりました。これがニクソン大統領です。はい。うん。ニクソンショック。ニクソンショック。出たと。ということでニクソンがですねあのダミコいでですね今日からドルと金の交換を停止するとあの英語で言ったんですね多分ね。<laughs> はい。<laughs> これは日本やドイツにとっては大ショックですよね。いや、だってこれ相当ショックですよ、ね。金もらえると思ったら紙じゃねえってなって。意味ねえじゃんってね。意味じゃねえよな。うん。だけど、じゃあドルに代わる信用できる通貨があるかって言ったらないんですよね。うん。じゃあどうすんだって。どうするんだったして話で。はい。まあ、ただ、その、金35オンスが1ドルで交換しますという決まりでした。はい。これ固定相場って言います。 でこれネクソン切っちゃったんで今日金の値段がいくらっていうことはマーケットで決まるんですよ。みんなが欲しがると金が上がっていくしみんなが売れば下がるとなりますよね。と、はい、いうことでドルも同じでみんなが欲しがると上がっていらないっていうの下がっていくということでだけどこの頃のアメリカっていうのはもう貿易が日本ドイツに負けていきますね、はい、あとはベトナム戦争っていう青なことやりまして。 でそのベトナム戦争で、まあ、そのうに無駄遣いやっ,ったんですよね。ええ、そうするとアメリカって持たないかもしれないって言ってみんな手持ちのドルを手放して、ええ、で日本円とかスイスフランとかに買い始めたんですね、うん、そしたら結果ドルが下がっていきますよと。はい、で固定した時にはだいたい360円でした、ええ、1>, 1ドルが。でこれがどんどん下がっていってもう100円前後まで下がっちゃったということで、うん、約3分の1。 なってしまったと。うん。まあ、ドルの暴落がずっとついていた。そうですね。ねまあ、1980年代には80円ぐらいだったかな。まあ、そ,ね、そんなとこぐらいまでいきますよね。ねはいうんうん、うん。で、これはアメリカにとっては非常に不名誉な話なんですけれども、ただし、ドルの価値が下がるということは、ドル建てのアメリカ商品の価値も下がるんです。はい。ってことは、 日本製品やドイツ製品と比べてアメリカ製品が割安に見えるんです。ええってことは死にかかったアメリカの製造業がまた復活するんです、これ。だからアメリカはですね、そのプレイドを捨てて実利を取ったと言います。うん、なるほど。はい、まあ、円高になったら、その、うとか、円安になったらどうという輸出輸入の関係でよく言われる、うん。 ことがアメリカで起こってて、うん、まあドルの価値が落ちてきたので結局あの商品が世界中売れるレベルまでまた下がって、うん、工業が復活してきたということなんですね。それまでは確かにもう独り勝ちでしたからね、うん、日本なんて、うん、もう電気なんかもうどん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 日本製品が出ていった時代ですよね。うんうんうん、80年代 アメリカ、レーガン政権ですけれども、あのレーガンがですね対、えー、ソビエト強硬派でございまして、はい、でソビエトをたきのメスといって、ですねべらぼうな軍事費の拡大をやりました、はいうん。で、相変わらず、日本とドイツにその貿易で負けてますので、そうすると、アメリカはですね財政赤字と貿易赤字の双子の赤字と言われてで、またどうにも首が回らなくなります。はいうん、でその時にあのレーガン政権 ですね、財務長官がベイカーですね、はい、ジェームズ・ベイカーって人が主要5か国アメリカイギリスフランス日本西ドイツ、うん、これを集めてプラザ合意ってやります、はい、で、えー、と何て言ったかというと各国の中央銀行が持っているドルを売りなさいと、ね、でみんなが売れば下がるから でドルが下がるとアメリカ戦安くなるから、はい、うちの,あの産業が助かるから一斉に売りなさいと言って4カ国は「はわ分かりました」って言ってそれで一斉に手虫のドルを売るんですよ。はい、でまたドルがドーンと下がって結果ですねこれはよく覚えてますね。はい もうすごく連日やってましたね。円高だ、円高だと。うんうん、もう輸出できねえっていう話で,ですね。うんうん、はい。で、一気にもう1ドルが100円台まで行っちゃったんですよね、はい、あの時に。うん。えっ、ー、と、日本がこの時、中曽根康弘首相です。で、大蔵大臣が、竹下登です。で、ここから始まったのが、円高不況って言いまして。そりゃそうですね、売れないんだから。うん。 つまり、日本政府自民党政権は、日本の産業を犠牲にして、アメリカの産業を助けたんです。なるほど。これがプラザ合意と言います。はい。はい。まあ、そういう意味でも、不沈空母だったんですかね。<laughs> で、なんでこの時に、じゃあ、竹下がですね、こんなバカなことがあるかって言って、席を蹴って退場すればいいことじゃないですか。うんね、はい。ね。そしたら彼ヒーローですよね。うん。そして、竹下はもう、揉み手をして、はい、わかりましたって言って、やったんですね。すぐさまやりますと。うん。なぜなんでしょうね。 続国だから仕方がないですね <laughs> ということなのででこれが戦後の自民党政権のずっとやってきたことで、はい、常にアメリカには頭を下げるんですそれはあれですねあの岸田政権の LGBT 法案これを見たら明らかですよね <laughs> まああいう状態が続いていたということですね。中曽根っていうのは割とその高派で、うん 防衛力増強とか言って、うん、まあ自民党の中では保守の政治家と言われていたその中曽根がアメリカにも這いつくばるということですね。でつまり日本が独立国家じゃないっていうこれは証明です。はい。はい、そういうことですね。で自国の防衛自分でできないので,でアメリカ軍様にいていただいて守ってもらっていることなので,、はい、でここで日米関係壊れちゃうと米軍がですねじゃあ撤退するぞと日米関係知らねえとね。 自分で中国と戦えと、ロシアと戦えと言われたら、もう能力ないですからね、そこなんですよ、全部問題は結局、自立した軍隊というか、うん、自分を自衛できる軍隊を持ってないというのは、うん、もう自立するための条件を満たしてないですからね、うん、そうなると、全力を持って頭を下げるしかないといったことにまあなっているということですね。うんうんうん あとね、アメリカがもうそれから慢性的な財政なんで、はい、ベラボーな赤字を抱えてます。アメリカ政府ですよ。はい、うん。で、赤字になった政府はどうするかというと、国債発行します。ええ。アメリカ国債。で、このアメリカ国債はですね、一生懸命一生懸命買い続けて不利国があって、これが日本っていうとです。はい。ベラボーな額です。はい。国債もね、たくさん買ったって、絶対に現金ができませんしね。そう。 で、今、日本は、外貨準備高が世界最高なんですけれども、うん、そのほとんどは、アメリカ国債です。はい。金じゃありません。これを、確かあれですよね。現金化するって言って、退、ま、治、あ、に追い込まれた方もいますよね。あそうそう。あの、アメリカ国債を売ってもいいかな、なんていうふうに言った日本の政治家は、大体、変なことになりますね。はい。非常に変なことになります。変なことになります、ね。はい、例えば、あの、橋本龍太郎って人に会いまして。はい。ええ、頭、テかテかだった。はい。 あの人がですね私は米国債を売ろうという衝動にかれたことがあるなんて言ったらすぐに失格しました <laughs>、ね、<laughs> あれ早かったですよね <laughs> あれ言った瞬間ですもんねで同じことを言ったのが、あのー、中川翔一っていう人であのの人も謎の詩を解きましたね中川翔一さんは本当に、あのー、残念ですけど、ええ、本当に。 まあ、ひどい意味にあえ、うん、ますよね、うん、本当に日本のことを考えてた方だと思うんです、ね、だからどうもねこの問題に触れるとね命が危ないらしいですはい、はい、でこれは財務省も絡んでいて財務省の特別会見なんですよこれがねうんまあ神谷さんだったらそこに切り込んでくれるかなと思うんですけどね <laughs> まあそれほどの状態、まあ、要するにあのキャッシュディスペンサーというか、<laughs> マネーマシンというかそうそうそうあ。でね、あのこういう立場の国がもう一個あってね、はい、サウジアラビアやってますよ。なるほど、うん。で、サウジアラビアはですね、その、ニクイ大統領の側近だったキシンジャーって人がいまして、はいであの、サウジの王様立ってですねであの、キシンジャーがですね、えー、とこう言ったんですよ。国王陛下今後、 石油代金はすべてドル決済でお願いしますよ。これね、すごいことだと思いますよ。よくそこに目をつけて、うんうん、オイルの決済をドルにしろと迫ったわけですよね。うんうん、そうで、これをサウジが受け入れたんですよ。これね、茂木先生ね、うん、もしサウジがそれを受け入れなかったら、うんうん、アメリカは戦争する覚悟を持ってぐらいの勢いでいったんですかっていうかね、サウジっていうのは、 まあ、石油しかないです、あの国。まあまあまあ。うん、でその、石油も、自国では掘れないんですよ。うんうん。で、あの、サウジの石油開発やったのは、ロックフェラーですから。はい、まあ。技術とかそういった部分ですよね。はい、そう。はい、うん。それでですね、はい、あの、だからもう、ずっとサウジっていう国は、初めからアメリカ石油資本に大無理抱っこなんですね。なるほど。うん、まあ。事実上握られてるということですか。で、プラスサウジの敵っていうのは、ブッチにあるイスラエルと、はい あっちにあるイランですから。はい。うん。そその自国防衛のために米軍が、あと米、アメリカの武器が欲しいわけで。あれあれこれ本当にものすごく日本と似てますね。そうなんですよ。だからアメリカが用心棒をやるから、ね。うちのドルを使えと。あるいはうちの国債を買えと。なるほど。まあ、ドルの決済は別に損はないわけですからね。本人たちにとっても。そうなんですよ。まあそういう意味で、あの、日本とサウジっていうのはなんか兄弟みたいな国なんです。 ああ、なんか仲良くなれそうな感じがします。<laughs> まあ、でもですね、キッシンジャーさんが、そのドルを、まあ、石油の決済にドルを使えと言ったのはなぜなんですかいや、そうか、それ、えっ、ー、と、それによってドルの価値が担保できるから。要するに、金での担保、うん。金じゃなくて、石油が担保する。はい。要するに、金がもう切れてしまったから、うん これだといやと信用が弱いと、そうなれば金方為政に代わって石油方為政にしたんですよ。そういうことですね。これをペトロダラーシステムっています。はい、ペトロって石油。まあその時のその人類の一番必要なエネルギーとエネルギーですよねが石油まあ今もそうですけどなわけだからそこをまあ一番の担保に入れたということです、ね。そうですね。でそれを握ってたしと。うんうん ものすすごく賢いですね、うん、ってことはそのドルの信用っていうのは究極的に考えるとアメリカの軍事力なんですよ。で日本を防衛し中国ロシアからでサウジをイスラエルイランから防衛するということなんですね。うん、ってことはこれが弱っていけばドルの信用はまた下がっていくと。 いうことで,で最近起こってることはまさにそれなんですよね。